体調悪くてご機嫌斜め。朝何食べた？シチューみたいになったね。うちある食べじゃないさ。シチューまだ残ってるの？ちょっとご飯、こんだけ。ひとまかい、私の分。あんたにあげてさね、私の分。じゃあ今度はまたカレーしたらいいさ。またな。うわ、来たんですよ。きつつさ。じゃあボス買いに行こう。マックじゃなくてます？うん、マックしてこっち。あ、マックでもいいよ。さっき雨降ってたよね。だからよね。変なの。これあの通り雨降りよ。あの太陽雨よ。乾いてないわけさ。じゃあマックでいいよ。マックもある？この明日あのこれ1万円からあれして公演があったらあれからあげるさ。あるからさ、あれ皮縫うよ自分でミシンで。たださ、カーテンの生地が残ってたはずだからさ、あれで縫う。たかし800円しよってこんなあのこれのカバーよ。枕の。違うあのね、あのあれでやったらあの寝るときに、ね、股に挟んで寝たらさ。うん、あのこっちの下のこっちのあの脊髄さ歪まんでまっすぐなるって。だから腰が痛くなくなるって。だからあっちに向くときもこんなやるわけさ。あの横向きして寝るさ私。ああ分かるよ。だからただ、うん、挟んでから寝たら挟んで寝るかねっていう話だよ。え、うちクッション最近挟んでから寝てるよ。そう、じゃあ四角いクッションよ。あの腰掛けに座るクッションをさ寝るときあれ布団の中に入れてる。じゃあいいさ。あ、こっちマックやってないよ。あ、やってたね。あ、やってなかったらもうすぐ行くよ。あ、最近工事してたけどやってたさ。やってるさ。じゃあね。でも普通のでいいの？それともハンバーガーがいい？どっちがいい？分からんさ、こっちマックのもん。何がいいか。
その普通のでいいのって言ったらどういう意味？この間食べたみたいなあのピクルスが入ってるハンバーガーがいいのって言って、それともあのなんていうの、味が濃いやつがいいのって言って、濃いのダメ。じゃあのハンバーガー、フィッシュバーガーはさ、あっちが美味しかったね、モスが。じゃあ何がいい？まず見てみよう、フィッシュバーガーあるか。まあフィッシュバーガーあるはずだけどさ、まあ、美味しかったわけ、フィッシュバーガーよ。多分それはモスバーガーのフィッシュバーガーだと思う。モスバーガーのフィッシュバーガーだと思う。いい、モスのフィッシュバーガー一回食べたから美味しくなかった。多分マップだ。いやー、食べたいです。見てみようね。知らんでいいのに怖いっす。いいよ、わしらですね。今日このシェイクみたいに食べようかな。ん？シェイクみたいのとナゲット食べる。ストロベリーフラッペ食べる。どれ？ストロベリー。あ、美味しそうだね。うちも食べたい。これ食べる？うちマカロンイチゴっていうのは何なの？あ、高いね。610円もそうだっけ？じゃあフラッペだけで、フラッペとハンバーガー。だからどこにフラッペってある？あ、今言ってさ、このこれがフラッペ。これって何食べるの？わからん。これとナゲット食べようかな。ああ、いいんじゃない？今日に投げて安いんでしょ。うん、でこれして15ピース、490円。さ、うちもこれ食べるかね。じゃあこれを半分ずつ食べればいいんじゃない。うん、とあとこのじゃあフラッペね。フラッペとでハンバーガー半分ずつ食べればいいさね。あ、ハンバーガーも食べるわけね。うん、食べてあんだけで足りないでしょ。次はハンバーガー、じゃあもうフィッシュバーガー買いです。あれどこにある？ある？ない。フィッシュバーガー、あ、ちょっと待ってくださいね。フィッシュバーガーってありますか？はい。じゃあフィッシュバーガーの単品を一つ。はい。で、チキンマックナゲット、マックナゲット15ピース。はい。マスタードと、はい、3つでしたっけ？ガーリックとクラムチャウダー。はい。で、ちょっと待ってくださいね。はい。で、あと、これは何番だ？ちょっと待ってね。625。これを2つ。625、はい。はい。はい、以上で。以上でお願いします。チキチキンっていうのもいいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。はい。こちら、ストロベリーフラッペの方はお手渡してもよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ご予約1670円です。ご予約してください。ありがとうございます。はい。この、意思疎通の、タイムラグがあるのは多分他の人と話をしてるんです。ガルシア、そんなこと言わない。違う、空いてるか？その、これ違うんじゃない？違う、あの多分日差しを避けるためにサングラスにしたから黒くなってる。うん。この辺まだ工事してるはずだから。ゴミゴミだね。ハゴ。ハゴって言わない。ハゴさして。
こっち、うん、しないわけ。何味がする。ありがとうございます。どうかな。やっとくっつきます。食べたことない味する。怖いね。真っ暗しいイチゴだって。入れんなじゃんってどこに入れようしてポケットに入れた。あ、ポケットも。この人出るの待ってるわけさ、もっと前に行けばいいのにね。不思議だ。男に女に女だよ。出かれよ。おおばあこの右の方向指示器してか左って言った。今見た。見たけどさにさ。フラおばあや。右から行けないねと思ったはずね。右の方向指示器って言ったの。それ左に行くさ。そういう人もいるわけさ。なんでイチゴっぽいやつがさ。イチゴみたいな味するさ。豆乳っぽい味する。イチゴミルクなんじゃねこれ。分からんけど。何をかも重なったら重なるさ。あれたちも来る、ヒートたちも来る。あの役所も役所で、あ、おいでって言ってる。今日もう言わんとき元気だったらね、今日行けますからね、行ってたけど。でもうち病院に行ってくさ、なんか変なよ、気分悪いわけよ。だから言わんで、おとなしく飲んでて。なんかあんたに安定剤持って出て。安定剤分からんはずだから、この袋持っておいてって言って、普通はね、あの黄色い袋に入れるときって今日にかけて出したわけさ、重たかったから。かなんか今日おかしいさ、注射も打ってよ、こんだけ。あ、もういいマッサージもなんで400円、普通は800円ぐらい取るよ。寝といてもサービスないサービス、間違えそうだ。今月2回目じゃないの。2回目。だからだよ。最初はさ、あれ出してるさね。違うさ、保険証を出してからその日にうちは行ってさ、病院に、あ、役所に終わってから、早く終わってったから行ったから。違う、
券は使うとき1回目よりも2回目安いさ、毎月。だからそれはいいけどさ、その、1回目行ったとき11日付にこの保険手帳に書いてあるわけさ、うち病院行って後だったから。保険証出したけど、僕頭痛いから今言われてるの。ちょうどあっちで止まってるさ、ん、あのお子さん見なかったさ、お客さんいた、男の人が一人立ってんだ、多分仕入れする人だはず。すごい、なんか転がってる、うん、ゴミよゴミ、汚いね。タイヤかなんかの荷物が外れてるわけよ。飲んだからこっちが1位みたいについてるさ、気持ち悪い。まあ、そのままみだ、あんたのもんついてないさ、1位だ、私のもんついてる、これ必要なのか。